マージャン。マージャン、マージャンは中国を起源とし世界中で親しまれているテーブルゲームである。パイを使い原則として4人で行われる。4人のプレイヤーがテーブルを囲み136枚余りの牌を引いて役を揃えることを数回行い、得点を重ねていくゲーム。勝敗はゲーム終了時における得点の高と順位で決定される。 ゲームのルールは非常に複雑であるが発祥の地である中国のほか、日本、アメリカ合衆国などの国々で親しまれている。現在の中国語においては、マージャンのことを一般に、マージャンという。マーチウェは中国語ではスズメを意味する。ちなみにマージャンをするというのは、内訴訟、ダーマージャンリーマチョンという。関東語や台湾語では、日本と同様に、 マージャンというのが普通である、越法、マーアイク育 3, ハクアーザ、モアチャハエク、バーチャハエク。香港では、スズメと区別するために、スズメと書くことがある。戦前の日本では、マスズメ、モージャンと表記することもあった。日本においては34種類136枚の灰を使うのが一般的で、アサジャンタクと呼ばれるマージャン専用のテーブルが用いられる。 朝ジャンタクなどの専用の道具がなくともプレイできるようにカードにした簡易版の道具も市販されている。使用する道具や採用するルールについては国や地域によって異なる点が多く日本国内でも標準的とされるルールの他に様々なローカルルールが存在する。現在の日本では家庭やマージャン店、雀荘で遊ばれるほか、ゲームセンターや 家庭用コンピュータゲームやオンラインゲームでもプレイすることができる。昭和期におけるマージャンブームの時期と比較すると、雀荘の数やマージャン専門誌の数は減少傾向にあるが、コンピュータとの対戦やネットワークを通じた不特定の相手との対戦が可能になったことで、形を変えた人気を保っている。また、効率性を志向することや指先の運動により、 認知症の予防にも役立つという説もある。競技人口は日本では2016年時点で500万人と減少傾向にあり、アジア全体では3億5000万人を数える。期限には諸説がある。紀元前6世紀頃、孔子が発明したという説もあるが、有力ではない。最も有力な説は、真の同知年間1862から1874年。 ネーハのチンウオモンが秋夜1368から1644年からあったカードゲーム、馬釣り、馬まとムライ、マーディア音、とっ牌というゲームを合体させて、マージャンを完成させたというものである。語源については、麻布の上で言ったことと、竹製の灰を混ぜる時の音が、スズメの鳴き声に似ていることから付けられたとされる。1949年に、 中華人民共和国政府によって一旦、すべてのギャンブルと共に禁止された。しかし、文化大革命終結後の改革開放に伴って、ギャンブルでない麻雀は許されるようになり、1985年には禁止令が解除された。1895年、アメリカ合衆国の人類学者、スチュワート・キューリンは麻雀に言及した記事を書いた。 これは中国語以外の言語で書かれた最初の麻雀についての記述であった。1910年までにはフランス語や日本語の文献も出揃った。1920年、アバークロンビーフィッチ社は初めて合衆国に麻雀を輸入し販売を開始した。麻雀セットはニューヨーク市を中心にヒット商品となり合計で12000セットを売り上げた。また、 同時期にジョセフ・パーク・バブ・コックが世界初のマージャン本となるを出版した。1920年代の合衆国でマージャンはての人種の間で流行し、アメリカ式のルールや役が生まれ、多くのマージャンナイトが開かれた。人々は中国風の装飾が施された部屋に着飾って集まり、これに親しんだ。エディカンターのシンス m a ズ・プレイングマージャウングなどマージャンを主題にした。 流行化もいくつか生まれた。1937年には、初のルールブックとなるが出版されるとともに、全米マージャンリーグ、ナショナルマジョングリーグ、NMJL が発足した。しかし、合衆国における、マージャンの流行は、一過性のものに終わった。1980年代に、コンピュータ用ゲーム、上海が登場して以来、マジアウング、マジアウング、 マージャンという表現が再び一般的に使われるようになるが、それらは上海タイプのパズルゲームを指しており、中にはマージャンパイ以外の絵柄を使っているものも存在する。日本人で初めてマージャンに研究したのはおそらく夏目漱石で満館ところどころ、1909年に大連での見聞として4人で爆撃を打っていた。略厚みも大きさも、 将棋の飛車格ぐらいに当たる札を五六十枚ほど四人で分けて、それをいろいろに並べ替えて、勝負を決していたとある。実際の灰が日本に伝わったのも、明治末期で大正中期以降は、ルール面において、独自の変化を遂げつつ各地に広まっていったとも言うが、一般に認知されるようになったのは、関東大震災の後である。神楽坂のカフェプランタンで、文芸春秋の菊池博らが、 マージャンに熱中し、次第に雑誌等にも取り上げられるようになった。文芸春秋社では自らマージャンパイを販売していた。第二次世界大戦中は戦時食が濃くなるにつれて、マージャンも下火となっていったが、抽選とともに再び流行し始め、途中、リーチ、現在のリーチなどを含めた新ルールやアメリカ式マージャンが取り入れられるようになり、 アレンジを加えられたマージャン、日本マージャンが主流を占めるようになった。戦前に行われていたシナ、中国マージャンは1947年に再建された日本マージャン連盟などを中心に現在も行われてはいるが、次第に主流からは外れていった。1965年、浅田哲也は週刊大衆でマージャン放浪記シリーズの連載を開始。 1970年には、朝伝、小島武雄、古川がんやきららが、麻雀新選組を結成。同年、週刊大衆で、名人戦開始。1972年に、近代麻雀。1975年に、プロ麻雀が創刊され、麻雀ブームが起きた。1976年には、竹書房主催で、プロのタイトル戦、最高位戦が開始された。この時期、 多くの大学生やサラリーマンが手軽な小遣い稼ぎやコミュニケーションツールとしてマージャンに親しんだ。しかし同時に賭博、喫煙、飲酒、徹夜などの不健康なイメージが広がったため、1988年にはそれらを止してマージャンを楽しむことを目的とした日本健康アサショ協会が設立された健康マージャンも参照。マージャンにおける コンピュータゲームの普及は1975年頃からで、あるが、業務用、アーケードゲームで、現在のものに近いゲームシステムが導入された。最初のマージャンコンピュータゲームは1981年3月の、ジャンピューター、アルファ電子であった。このゲームは一世を風靡し、ゲームセンターや喫茶店に数多く見ることができた。その後、対戦相手のコンピュータの画像を女性をモチーフとし、 プレイヤーが勝つごとにその女性の衣服を脱がせるという、いわゆる脱衣麻雀のコンセプトが大当たりした。年代とともに映像技術も向上し、性能や感能性もアップした。ゲームセンターでは、麻雀ゲームはアダルトゲームの代名詞でもあった。1990年代後半から2000年代にかけてのインターネットの普及や通信体制の発展により、自宅や ゲームセンターなどで容易に対局が可能になった。1997年にはオンライン対戦マージャンの先駆けとなる東風層がサービス開始、2002年には通信機能を持たせ全国のプレイヤーと対戦できるコンピュータマージャンゲームセガ4人打マージャン MJ マージャン格闘クラブが稼働を開始し、2004年には携帯マージャンゲームスズメナビ4人マージャン オンラインが稼働を開始した。2006年には、オンライン対戦マージャン、半熟層、2007年に、天王取りに、会社がサービス開始している。1990年、天野春男が、リーチマージャン論改革派、ナグモ社において、マージャン戦術論からの中象の排除を提唱した。その中で、小島、田村光明など、当時の有名マージャンプロや、 在野の桜井翔一らの麻雀論を月、間、流れといった抽象論に支配されている非科学的なものであると批判した。天野は抽象的な要因を考慮することは的確な情報判断を鈍らせる原因にこそなれ、麻雀の上達にはつながらないと主張した。これがいわゆるデジタルジャン誌の先駆けである。二千四年突撃東北の科学する麻雀が 高段社現代新書から出版された。突撃は、前の壺の結果が次の局に影響を及ぼすとする、いわゆる流れ論を徹底的に否定しており、本庁でも確率論を基礎とした統計学的なマージャン戦略を提唱している。このような時にはこう打つと明確にかつ論理的に、場面に応じた打ち方を指導している点が特徴である。これらデジタルマージャンに対して、月、間 流れを重視するジャンシも多く、そのような戦術論はアナログやオカルト派と呼ばれている。2002年10月23日から27日にかけて東京で2002世界マージャン選手権大会が開催される。日本の初年前が優勝し、ジョン・オコーナーが準優勝した。2006年に世界マージャン機構 WMO が設立され、中国の北京に本部が置かれた。 翌2007年には11月3日から5日にかけて中国の生徒で世界マージャン選手権大会が開催された。公式にはこの大会が第1回として扱われる。また、WMO 主催の大会以外にもマカオの企業ワールドマージャン主催の賞金制1位にはアメリカドルで50万ドル支払われるの世界大会である世界マージャン大会のほか中国北京で発足し、 スイスのローザンヌに本部を置くによるも存在する。2008年の北京オリンピックでは、将棋獣と共に公開競技としての導入が、図られたが、国際オリンピック委員会から却下された。北京五輪後に行われた第1回、ワールドマインドスポーツゲームズでは、中国将棋、シャンチーは、競技になったもののマージャンは外された。ロシアでは、 マージャンアニメをきっかけとして2009年頃から学生の間で日本式マージャンが普及し始め2012年から全国の愛好者らによるトーナメント式のリーチマージャン大会がモスクワで開催されている一般的には4人で行うゲームであるが3人マージャン2人マージャンもある各プレイヤーは13枚の歯を手配として 対戦相手に見えないようにして目前に配置し、順に山から葉を一枚いつもしては一枚捨てる行為を繰り返す。この手順を爆打といい、数回から十数回の爆打を通して手配十三枚と上がり場一枚を合わせた計十四枚を定められた形に揃えることを目指す。上がり型の組み合わせに応じて展望のやり取りが行われ、 最終的に最も多くの特典を保持していたものを勝者とする。前述のように採用するルールについては国や地域によって異なる点が多いが日本においては一般に花媒を使用しないルール。清志麻雀、律時家を役として採用するルール、律時家麻雀が採用されている。以下では日本において麻雀で使われる道具類について説明する。日本では 中国で用いられるものより小さめの34種136枚の灰を使用するのが一般的である。灰の種類には1万個、ワンズ、マン,ンズ、ピンズ、サクシ、ソウズ、自牌ツーパイがある。1万個、トンズ、サクシはそれぞれ1から9までの9種、自牌はさらに3元灰と4、風イに分かれ3元灰は白、発中の3種、4、風イは、 東南西北の4種である。これら34種がそれぞれ4枚ずつ、計136枚である。この他に花パイと呼ばれるパイが4種1枚ずつあるが、花パイは一般的なルールでは使用されない。そのために本で販売される、マージャンパイでは花パイをなくし、その代わりに赤パイを追加したセットが多い。マージャンなどのマージャン用具は専門店、おもちゃや、 リサイクルショップ、オークションなどで入手できる。展望は各プレイヤーの特典を表すために用いる細い棒である。正式には超馬、光る馬と呼ばれる。特に棒でなければならない理由はなく、海外ではカードやチップも使われる。点数の最小単位は100点だが大量の展望を扱わなくて良いように数種類の点数が用意されている。展望のタイプは 軸色の種類により白展望とカラー展望の二つがある。現在の日本国内のマージャン店では、全自動マージャンが非常に多く、天箱内の展望を自動的に計算し、点数を表示するため、満展望が赤、千展望が青のように、展望自体が色分けされて分かりやすくなっているカラー展望が多い。また、全自動マージャン用、点数表示枠用の展望では、 自動読み取りを行う形式によって、接触型と非接触型に分けられる。キカマーク、チーチャマークは、最初の親が誰かを示す目印となるもの。親マークとも言う。表面に、東、地面には、南と書かれている。一般的ではないが、南の代わりに、北と書かれているものやサイコロ状のものに、東南西北が書かれ、格子にはめ込むタイプのものもある。これは、 和風の明示を兼ねるため使用される。最初の親を決める時及び廃イ,イ時に取り始める山を決めるためにサイコロを使用する。通常は六面ダイス2個を使用するが、十二面、サイコロ、パッコロを用いる場合もある。その場合は一つのサイコロは1から12が、もう一つのサイコロには東西南北が書かれている。なお、 プレイ中のサイコロは親を表す目印として、親の席の右隅に置くこととしている。一度も数量しないまま競技単位を終えると、ペナルティを受けるローカルルールがあり、その時にまだ数量、上がりしていないことを示す目印となるとして使われる。上がり成立の時点で裏返しにする。このローカルルールを焼き鳥とも呼ぶ。また、和量してから一定時間内、 自局開始までなどに目印を裏返さない場合は、焼き鳥状態が継続や、4人とも焼き鳥を解消した時点で、また4人全員が焼き鳥状態に戻るといった、ローカルルールもある。マージャン宅、または、ジャン宅はマージャンを行うための宅で、通常60から70センチメートル四方の正方形のテーブルである。一般に、朝ジャン宅は、マージャンパイが、 タクよりこぼれないようにタクの周りに枠を設けており、マージャンパイの音を吸収するとともにマージャンパイが傷まないように緑系統あるいは青系統の色を用いたフェルト製の天板マットが貼られており、粗いパイ、シーパイ、パイをかき混ぜる作業や打配に向いている。また、タクは展望を収納する引き出しを備えている。関西向けには引き出しではなくタクの枠部分に固定され、全員に 中身が見えるように作られた展望箱を備えているものもある。なお展望箱は通常全員分の展望が入るサイズに作られるが関西では原点を超えた展望を卓上にさらすルールが多いため原点一人分の展望が入るサイズとなっている。麻雀卓は卓の形状により座卓タイプと立卓タイプに分かれる。家庭や旅館などの座敷用には座卓タイプを 椅子に腰をかけながら、麻雀を行う時には立宅タイプを使用する。支柱部分が取り外し可能になっており、使用環境に応じて立宅か座宅かを選択し、組み立て直すことができる製品もある。また、朝雀宅は、宅の機能により、全自動麻雀宅、洗いパイと山積みを電動で行う、半自動麻雀宅、裏返し等を自動で行う、手打ち宅に分かれる。 自動化された朝ジャン宅が出現するまで、麻雀宅は手打ち宅であった。最近の雀荘は、すべての宅を全自動麻雀宅で営業しているのが一般的であり、近年は朝ジャン宅といえば、全自動麻雀宅を指すことが多い。手打ち宅は新たに出現した自動麻雀宅と区別するために用いられるようになった故障であり、手打ち麻雀宅、手席宅などと呼ばれることもある。 風営法では、全自動麻雀宅、テレジャンも含むとそれ以外の麻雀宅、マグジャンなどの半自動宅を含むが厳密に区別されており、徴収可能な料金の上限が異なっている。こたつやちょうど良い大きさの茶部台が置いてある。家庭等ではわざわざ麻雀専用にしか使い道がない。麻雀宅を購入するのではなく、麻雀用のマットを購入しそれらの上で麻雀を行うこともある。 こたつについては、最初から、天板の裏に、緑のフェルトを貼ったものも以前はよく見られた。なお、口実の三人麻雀専用で用いる、正三角形の卓もある。ジャンソーとは、麻雀の設備を設けて客に麻雀を遊戯させる、店舗である。風俗営業適正化法の条文では、麻雀ンやと記述される。日本国内のジャンソーは、 風俗営業適正化法が定義する風俗第4号営業に該当するため、これを営むには営業所ごとに当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。また、同法により原則として午前0時から午前6時までの営業は禁止されている。しかし現実には、 フリージャンソーの多くでシニア営業が行われており、店は窓にカーテンを引くなどして、音や光が外部に漏れないようにしてこっそりと営業されている。営業の形式には、大きく分けて2種類ある。3人から4人あるいはそれ以上の人数で店舗に出向き、朝ジャンタクを借りる、セット形式と、一人で行って見知らぬ相手と対戦する、フリー形式である。セットジャンソーには、 貸し宅専門、フリージャンソーには、おかずと様でも遊べますといった内容の看板などが掲げられており、それによって営業形態を察することができる。セットジャンソーのほとんどは貸し宅を専門としているが、フリージャンソーは貸し宅営業を並行して行っていることが多い。フリージャンソーの場合、時間帯によっては来客が中途半端で宅が成り立たない場合があるほか、 客が都合で一時的に宅から抜ける際に進行を止めたくない等の事情もあり、その場合はメンバーと呼ばれる店員が加わることでゲームを成立させる。遊戯料は空俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則により定められており、現在は客一人当たりの時間を基礎として計算する場合1時間600円、全自動宅。 一択につき時間を基礎として計算する、倍1時間2400円、全自動宅を超えないこととなっている。よって、フリージャンソーの多くは1回円となっているが、1時間、換算で料金が上記を超える場合は違法である。個室を提供する、ただし、完全な密室にしてはならないため各部屋は施錠できず、窓が設けられている高級なセットジャンソーや、 黙認される上限ギリギリのレートで営業するフリージャン層では上限いっぱいの料金を設定している。ジャン氏の資格、語儀は一義的ではない。麻雀愛好家という程度の意味、麻雀こと同義に返されることも多い。騎士と呼ぶこともある。日本の法律では職業として麻雀を行うのに資格は必要ないが競技を開催する団体の認定が必要である。 競技マージャンのプロ団体は現在8団体である。プロ団体に所属のないフリープロも存在する。井原嵐岳史などはプロという用語をプロフェッショナルではなくプロパー、生え抜きの略として解釈する。主要プロ団体代表、会長は全員掲載。前説に挙げたプロジャン氏には複数のマージャン戦術書、指南書を刊行している者も,もいる。本では 黒ン氏ではないが麻雀に関する複数の著作物を世に出している人物を列する。昭和期の麻雀ブームの頃は専門誌が刊行されたが、現在では一般の書店に並ぶ専門誌は存在しない。麻雀を題材とした漫画のみを掲載した雑誌。詳細は麻雀漫画3章。現在発行されているのは竹書房から刊行されている一種のみ。 マージャンは夜通しで行われることも多い。こうしたマージャンは徹夜マージャン、もしくは略して、鉄マンと呼ばれる。参加人数が四人しかいなければ、寝ることも、ままならず、体力的にも、かなりきつい。それでも大学生など若者を中心に、マージャン愛好家は徹夜マージャンを盛んに行う、傾向にある。参加人数が五人以上であれば、一人は、 競技に参加できない、搬送が発生する。競技に参加できないものを、抜け番と言い、紙を取って、次の搬送に備えることができる。マージャンの不健全なイメージ、賭博と、酒、タバコ、徹夜などを排除すべく、脳の機能の維持などを目的として起案されたマージャン。健康アサショ健康マージャンとも呼ばれ、脳のトレーニングや、老化防止にも活用されている。 映像作品に、たまり介監督の長編記録映画、少子超高齢化する現代社会における健康麻雀の社会性の報告がある。一般に、麻雀は、賭博的な要素を持つ遊戯と認識されており、大人に限らず、未成年者がプレイする場合でも、金品のやり取りを伴うことが多い。日本において、公営ギャンブル以外のギャンブルは賭博であり、刑法上の犯罪である。 他方、個人間での賭博が自由主義上で、原則合法なアメリカなどの国では、仲間同士でお互いの家でビールを飲みながら、ポーカーをするなど、庶民文化の一つであるだけでなく、各自が、同額の掛け金を持ち込んで、優勝者が、最後に、全参加者の掛け金を一人占めする、ステークス方式の試合が堂々と、テレビで放映されるなど、ギャンブルそのものに犯罪というイメージがほとんどない。なお ギャンブルとしてではなく、純粋な競技としてのマージャンを競技マージャン、または、ノーレートマージャンと呼ぶ。マージャンは令和ゲーム、全員の点数の合計が常に、一定、ゼロサムゲームであるため点数のやり取りをそのまま、掛け金のやり取りに換算しやすい。さらに思考ゲームであると同時に、偶然の要素も強く、運、実力ともに結果に反映されることからギャンブルとして、馴染みやすい。 結果に従ってやり取りする金額は普通、馬等を考慮した、特殊点1000点につき何円というレートが設定される。1000点あたり10円なら、点1、点1、50円なら、点5、点5、100円なら、ピン、または、点ピン、200円なら、点ンピン、1000円なら、デカピン、1万円なら、デカデカピン、と言われる。日本の法律及び判例では金銭については、 期待の多少にかかわらず一時の娯楽に供するものとは、みなされない、大審院、大正十三年二月九日、再犯証は二十三年十月七日などため、原理的にはこれらすべてのレートに対し、賭博罪が成立する。二千十一年には、比較的少額とされる、天後ジャンソーも摘発された。千点あたり千円を超えるような高レートの設定といった、 高額の金品等をかけるケースは、人目を忍んで、マンションの一室で催されるという意味で、マンションマージャンなどと呼ばれる。その他のギャンブル、カジノなどで行われている多くのものや、公営競技などと異なる点として、展望の移動によって異なる。負け金を勝負の後に出すことから、控除率の計算が難しいが、ギャンブルとしては、 公営競技などと比しても、破格の高さで、特に1000点2円以下の低レートでは、控除率が100%を超えることすらある。例として1000点2円、2の2から4のレートで、話題が1人250円の場合で3万点、ちょうどの1人浮きトップを取った場合を例に取れば、トップ社の収入、イコール廃者の支出合計は800円であるがこれに、大使ハウスが徴収するコミッション、控除額は1000円となる。 したがって、控除率は125%となる。なお負けた者の支払いが本人によって行われない場合、例えば大会において、スポンサーがあり、勝者に賞金を提供するなど、または勝った者の利益が本人の手に渡らない場合は、賭博罪には当たらない。雀荘で見知らぬ、客同士が宅を囲む場合は、レート設定で対立することのないように、 雀荘側で公式レートを定めていることが多い。この公式レートは、馬と合わせて天外に掲示されているが、風速などと遠曲表現されていたり、サイコロの目のイラストで示されていることが多い。例えば、風速0.5とあれば、それは1000点で50円のレートであるという意味である。多くの雀荘、預かり金と称して、5000円から1万円を客から預かることもあり、 客が負けて、手持ちがなくなっても、一定程度払えるようにしている。また、それでも足りなければ、アウトと称して、店が不足分を立て替える雀荘もある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。